ホットフット105バマ温泉オバマ温泉の位置、オバマ温泉は、長崎県雲仙市小浜町にある温泉。島原半島の西側、雲仙国立公園の再六に位置し、立花湾に臨む、風光明媚な温泉地で、リウマチ、神経痛に、効果のある高温で、湯量の豊富な温泉として、昔から多くの人に親しまれており、湯出量異温で求められる、放熱量が、 日本一と言われている。また、2013年には、小浜温泉の未利用温泉を活用した210キロワット級の小浜温泉バイナリー発電所が稼働を始めた。モキチカヒオ小浜温泉園系。湯煙が立ち上る小浜温泉。街中のあちこちから、このように湯煙が立ち上る雲泉岳のふもと、立花湾を望む海辺に、約25軒の旅館、ホテルが軒を連ねるほか、 三県の共同浴場がある。共同浴場の一つは海岸の露天風呂であり、夕日を眺めながら入浴できる。オバママリンパーク内には日本一の長さの足湯施設、ホットフット105がある。温泉街の名物としてオバマちゃんぽんが有名。温泉街に約20店があり、洋食や寿司屋、食料品店、居酒屋などあらゆる店のメニューにちゃんぽんが存在する。 豊富な海鮮、あっさりスープが基本である。2007年4月にオバマちゃんポンマップが、運前主食員である、ちゃんぽん番長の手で作成され、合わせて、オバマ一品の統一看板も設置された。かつては海に設けた、人工島から高温の湯柱が噴出する、噴泉島が名所であったが、いつしか噴出が止まってしまった。 恋害による機材の腐食が原因と見られているが、詳細は不明。歌人、斎藤も吉が長崎伊勢教授時代に、ここを訪れた際に読んだ歌の歌詞が、夕日の広場に建てられている。非前風土記にも記されていることで1900年代から、当時場として利用されるようになった。1962年3月10日、すでに国民保養温泉地に指定されていた。 運前温泉の指定範囲拡大の際に、オバマ温泉の範囲も国民保養温泉地に指定された。2008年のアメリカ合衆国大統領選挙の民主党予備選に、バラク・オバマ上院議員が立候補した際、オバマという読みが同じことから、福井県オバマ市同様、オバマ温泉においても、オバマ候補を応援する運動が行われた。 オバマは11月5日に行われた本選挙では大統領当選を果たした。それを受け、オバマ温泉では本選挙翌日の11月6日には勝利記念式典を観光12日までオバマ温泉立ち寄り予判額セールを行った。2010年2月2日に日本一の長さの足湯施設ホットフット105がオープンした。 2012年4月7日には、小浜温泉の未利用温泉水を活用した、小浜温泉バイナリー発電所が稼働を始めた。ありがとうございます。